で、日本食材スーパーってこっちに数軒あるんですけども、まあ、1軒で欲しいものが全て揃うという状況ではなくて、数軒回らないと目的のものが揃わない状態ですので、まあ、2軒、回る予定です。まあ、今日金曜日のちょうどお昼12時半ぐらいですかね、お昼休みぐらいですけど、まあ、金曜日ということもあって少しは車は多く走ってますね。で、今から行くところが盛京っていう、まあ、スーパーなんですけど、日本食材店なんですけど、そこではバターとか牛乳とかですね、その辺が日本では普通に売ってるもんですけど、こっちだと目的のものがなかなか売ってないので、盛京の方にまず行きたいと思います。左が盛京なんですけど、ちょっと駐車場いっぱいなんで、ちょっと回ってきたいと思います。大体日本の価格の倍で売ってますかね。納豆。
冷凍食品は結構たくさん提供が終わりまして、ここにはあの生卵を売ってないので、どうしてもやっぱりあの
生食、生で卵を時々食べたくなるんで、生卵を買いに行きます。で、ま、あの近くなんですけど、ま、車で多分2、3、4分、5分っていう感じでしょうか。あの発見に向かいます。やっぱり金曜日なんで車が多いですね。バイクの数も多いですけど、まあ、少しずつ動き出してますよね。まあ、あのマニラのメトロマニラ内も。あ、それで、あの大体のその価格のイメージなんですけど、今あの生協で買ったのが2900ペソということで、あ、ざっくりですね、ざっくり2900ペソというと、今のレートで日本円換算すると6600円ぐらいになります。で、日本のスーパーで6600円分ぐらい買い物って、まあ、大したもの買ってないんですね。別にあのステーキの生肉買ったわけでもないし、まあ、高い、それほど高いものは買ってないんですけども、僕が日本にいる頃スーパーで買い物、同じような買い物をして払うイメージというと、やっぱり2500円から3000円ぐらい、3000円やっぱいかないかな、2500円ぐらいかな、イメージ的にはの買い物ぐらいだろうと思うんですけど、やっぱり倍ちょっとしますよね。で、まあ、日本人がこっちへ来て、あの日本と同じようなものを食べるとか、日本スーパーで買い物して自炊するとか、まあ、できるんですけど、日本スーパーで買い物するということはとりあえず倍のお金はかかると思っていただいた方がいいですね。かなりやっぱり高いです。で、地元のスーパーはまた、地元のスーパー、まあ、スーパーにもよるんですが、高級スーパーに行かなければ非常に安いですね。で、もっとっていう話になると、もっとという話になると、地元のその市場ですね、マーケットに買い物行くとびっくりするぐらい安いです。ただ、ちょっとマニラの首都圏においては、結構このパンデミックちょっと前ぐらいからですかね、まあ、きっかけじゃないんでしょうけど、タール火山の噴火が2020年の1月にあってから、あれから非常にまあ、マーケットで売ってるものの単価が上下しまして、非常に高くはなってます。今の車も左に寄って左に入ればいいのに、道の真ん中から左に曲がりましたけど、まあ、あまりフィリピンの運転手っていうのは自分のこと以外は考えてないので、急にまあ止まってみたり、急にウインカー出さずに曲がってみたり、左車線から右折するとかいうのも平気でやりますので、あんまり運転はおすすめしないですね。まあ、僕は仕事上運転せざるを得ないので、もう慣れちゃいましたけど、長いので。で、話を戻しますけど、ちょうどその食材を調達するんで安く済まそうと思えば、地元のマーケット、それからまあもう少し小綺麗な感じのところに行きたいなと思えばスーパーマーケット、それから、まあ、日本食を作って食べたいなっていう人は、まあ、日本食材スーパーですね。まあ、何軒かもありますけど、売ってるものがまあ皆さんそれぞれ特色があるので、まあ、最初の頃はやっぱり複数行って何を置いてるのかというのを確かめた方がいいと思います。
あらかた大体は手に入るんですが、あ、まあ、値段は倍の金額と思ってもらえれば間違いないと思います。ここは生卵、野菜です、生野菜。この日本のキュウリと日本のピーマンが売ってないので、あとはました。生卵6個入りパックが2つ、まあ 1ダースというか、まあ12個ですね。それから生野菜、きゅうりとかの、まあ、ピーマンとかいう生野菜を4つ、買っただけですね。会計が1000ペソ、1001ペソなので、まあざっくり1000ペソですね。2200円、やっぱり倍ぐらいのイメージですね。まあ、あの住んでいる方からすると、あのメトロマニラ なんで、まあ、日本食スーパーというのが食材店があってくれるだけで大変ありがたい話なんですけど、時々は、ね、日本の生野菜、きゅうりとかいうと、もうあのこっちのきゅうりは皮が硬くてですね、味もきゅうりの味がしないので、なんていうか、まあ僕はちょっとなかなか自分で作る料理では食べようがないと言いますか。ナスはこっちのナスでもですね、全然あの美味しいんですけど、ちょっときゅうりだけはですね苦手ですね。でそういう、まあ日本のものじゃないとなかなかこれは苦手なんだっていうことで、買われる場合なんかはやっぱり日本食スーパーってありがたいですね。ただ値段は倍ぐらいします。